池上彰、池上彰、池上彰。1950年8月9日台は、日本のジャーナリストである。名城大学教授、東京工業大学特命教授、東京大学定量生命科学研究所客員、教授、日本大学分離学部客員教授、立教大学客員教授、新州大学、愛知学院大学経済学部特任教授、 元京都造形芸術大学客員教授、特定非営利活動法人日本ニュース事事能力、検定協会理事、毎日新聞、開かれた新聞委員会委員。血液型は A 型。かつては NHK で社会部記者やニュースキャスターを歴任。記者主幹だった2005年で退職したことを機に、フリーランスのジャーナリストとして各種メディアで活動している。 1950年、長野県松本市に生まれ、東京都練馬区で育つ。池上家のルーツは、松本で祖父の代に東京に移り住んだ。父は東京で就職し、転勤先の松本で母と出会い、明が生まれた。父親は銀行員。子供の頃の愛読書はクオレだった。また、父親が池上が小学生の時に買って帰り、 嫁と言って手渡したのが、君たちはどう生きるかであり、2017年同書が、真相版となって刊行された際に前書きを寄稿した。小学生の時に、地方新聞記者の活躍を描いた、俗地方記者、1962年、朝日新聞社と出会ったことと、東京都立大泉高等学校在学中に、広島高層において、暴力団と対決した中国新聞記者が、 モデルのドラマ、ある勇気の記録、ネットテレビ、現、テレビ朝日を見たことがきっかけで、記者を志すようになる。慶応義塾大学経済学部へ進学後、当時は学園紛争の真っ只中であったが、自身が目の当たりにした紛争と、報道される内容とのギャップに、違和感を覚え、正しい報道をすべく実家の行読師でもあった。 朝日新聞社をはじめとした新聞社と日本放送協会 NHK への就職を希望した。しかし、これからはテレビの時代という思いと日本放送協会の記者になれば必ず地方勤務から始まることが決め手となり、最終的に日本放送協会への入社を決めることとなった。1973年日本放送協会 NHK に記者として入局。同期には、アナウンサーの宮本隆治、大塚則一がいる。入局当初から、初認知は小さな町で、通信部への転勤を自ら希望し、松江放送局、広島放送局呉れ通信部などで勤務した。松江放送局では3年間勤務し、記者が少なく一人一人の担当が多いという事情もあり、島根県警察本部、 松江警察署、松江地方裁判所、広島高等裁判所松江支部、松江市役所、日本銀行松江支店を通し、結果的に検察、警察、裁判所及び地方の県政、統治機構を学び、日本という国の仕組みをミニ国家である地方から学ぶことができたとしている。1976年のロッキード事件では、 NHK の全国各局から若手記者が招集され、池上も松江放送局から取材の応援に加わった。後通信部では記者二人とさらに少なく、カメラマンとしての役割やラジオ放送の原稿執筆なども行った。また、ご通信部勤務では取材中に暴力団に囲まれるという、ある勇気の記録さながらの体験もしたという。 1979年8月より、東京放送局報道局社会部に移動し、警視庁、気象庁、文部省、区内庁などを担当する。東京移動1年目は3つの区役所と9つの警察署だけをひたすら回るという任務をこなし、2年目からは、社名により、警視庁の殺人、強盗、放火、誘拐の専門記者となり、1980年8月の 新宿西口バス放火事件や、1982年2月のホテルニュージャパン火災日本航空350便墜落事故などを取材した。1983年5月に発生した日本海中部地震でも実際に事故や事件、震災の現場に自ら赴いた。1985年8月の日光ジャンボ機墜落事故では池上が都内で書いた第一報を 当時の松平忠七が七時の定時ニュースで伝えている。この事故をテーマにしたドラマクライマーズハイ2005年十二 n h k で劇中で使用された当時の実際のニュース映像中で取材中の池上を確認できる。1989年4月からニュースセンター845、1991年からはイブニングネットワークのキャスターをそれぞれ担当する。 この時にこれまで自らも記者として書いていたニュース原稿とは何分かりにくくてつまんないのかと衝撃を受けたことが非常に大きな転機となる原稿を書き換えられるデスクの立場でもあったことから池上は自分が読むニュース原稿を分かりやすく修正するようになりまたニュースセンター845では番組の最後に何気なくダジャレを交えることもあった さらに1994年から退職する2005年まで、週刊子供ニュースで、ニュースに詳しいお父さんに役として編集長兼キャスターを担当する。ニュースについての解説本、これが週刊子供ニュースだ。2000年周永者文庫も注目を集めた。週刊子供ニュースの担当について池上は、番組を通じてニュースってのはこんなにわかりやすく。 できるんだよということを示せばいろんなところに影響力を及ぼすんじゃないか、大人が見てくれるんじゃないか、という思いがあったという。2005年3月、定年前で NHK を退職しフリーランスのジャーナリストに転身した。もともと池上は NHK でジャーナリストとしてのキャリアを全うするため、解説委員になることを望んでいたが、 解説委員長から解説委員というのはある専門分野を持っていなきゃいけない。お前には専門分野がないだろうと言われ解説委員への望みを断たれたことが退職の契機になった。また記者出身であったことからテレビに出て恥を書くより原稿を書いていた方が楽しく原稿書きに専念したいという思いが当初はあったとしている。退職後は活動の場を広げ、 2005年8月6日、放送の日本テレビ、世界一受けたい授業で民放初出演を果たす。以降、チチンプイプイ、MBS テレビなど、報道、情報系の番組に多数登場している。2008年10月からは、学べる、ニュースショー、テレビ朝日にニュース解説者として、レギュラー出演し、わかりやすく丁寧な語り口が幅広い世代から、 好評を得て、徐々に人気を集めることとなる。同番組が2009年秋に終了した後は、各局で池上を解説者として迎えた、同様のコンセプトの番組が、次々制作された。なお、学べる、ニュースショーの復活を望む声が多く寄せられたため、特番として、不定期放送されるようになり、2010年春から、そうだったのか。 池上明の学べるニュース以下学べるニースと略記と番組名を変えてレギュラー化した。2010年7月11日の第22回参議院議員通常選挙の選挙特別番組池上明の選挙スペシャルテレビ東京系 BS ジャパンで総合司会を担当。2010年12月31日から翌年1月1日未明にかけて放送された。 そうだったのか。池上明の学べるニュース年またぎ6時間半スペシャル。では、事前収録文と生放送を織り混ぜながら、ニュース解説家で年を越すというコンセプトの下で、総合司会から生放送パートのニュース解説役まで務め上げている。2011年12月31日には、前回より1時間、長い、そうだったのか。 池上明の学べるニュース年またぎ7時間半スペシャルが放映された。2010年10月6日に発売された浜田翔吾の音楽 DVD 僕と彼女と週末にでは日本の近代史から現代史における各テーマをまとめた100ページあまりの解説文を寄稿。2011年1月4日にはテレビ東京系で映画サウンドオブミュージックハイビジョン完全復元版を 放送した際にナビゲーターを務めるなど、ジャーナリストの域を超えた活動にも取り組んでいる。一方では、並行して、朝日新聞に、全国紙の紙面を比較、論評するコラム、池上明の新聞なめ読みを連載。他にも、著者の執筆や雑誌、ニュースサイトへの連載等、多忙を極め、次第に、ジャーナリストとしての活動や体調に支障をきたすようになった。 そのため2011年1月12日に今後は取材、執筆活動に専念したいと同年3月いっぱいで全てのテレビラを番組への出演を休止することを発表する。同月19日には番組交番の理由にニュースをわかりやすく解説する番組が増えてきたことを挙げた上で番組で定期的にニュースを解説するという私の役割は終わった。今後は 一ジャーナリストに戻りますと公言した。実際には、交番予定直前の2011年3月に、東日本大震災が発生したため、同年4月まで学べるニュースや、震災関連番組へ連日出演し、生放送のスタジオ進行、解説にとどまらず、被災地に赴き自ら財を行っている。2011年5月1日には、ジャーナリスト代表として、 毎日新聞の第三者機関である開かれた新聞委員会の委員に就任する。なお、競合誌である朝日新聞の新聞の斜め読みの連載も続けている。その後は、テレビ東京系を中心に不定期放送の特別番組へ出演。同年9月以降は、大学での公開講義に資料映像を連動させた番組が同局や BS ジャパンで、 相次いで放送されている。2012年10月には、同局の特別ニューヨーク特派員に任命されるとともに、2012年、アメリカ合衆国大統領選挙をめぐる取材を、同国各地で担当。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、同局系の開票特別番組、池上明の総選挙ライブで、メインキャスターを務めた。 2012年2月1日付で、東京工業大学の学内、共同研究教育施設、リベラルアーツセンターの専任教授に着任した。これを打診された際に職員に対して、同校卒のカンナオトのような人間を、再び排出しことが目的なのかと尋ね、苦笑いされたとしている。同年4月からは、同大学で、社会科学系科目の一部を受け持つかたわら、古す、 NHK、E テレの新番組、メディアの目でテレビ番組へのレギュラー出演を本格的に再開。その一方で、特別番組への出演や、新州大学、京都造形芸術大学での教授職も続けている。2013年には、前年放送の、池上明の総選挙ライブ、前述が高く評価され、第5回伊丹13賞を受賞。 4月18日の受賞式では別番組でアフリカ中東地域の国連難民キャンプを取材した経験だ。賞金100万円の全額を国際連合世界食糧計画 WFP 協会に寄付することを発表した。また、6月23日の東京都議会議員選挙における東京 MX テレビ開票特別番組首都決戦2013池上明の都議選。 開票速報と7月21日第23回参議院議員通常選挙のテレビ東京開票特別番組池上明の参院選ライブでそれぞれメインキャスターを務めた2014年には第18代東京都知事猪瀬直樹の辞職に伴う東京都知事選挙の公示直前1月6日に第79代内閣総理大臣を務めた 細川森弘と会食。会食後に細川が無所属での立候補を表明したことから全国紙の一部で細川から池上に出馬を打診した池上が細川に立候補を促したという旨の記事が掲載された。これに対して池上は朝日新聞同月31日付長官の連載コラム池上明の新聞斜め読みの中で中立であるべき立場のジャーナリストが 選挙で特定の人物に立候補を促すことは決してやってはいけない行為という見解をもとに記事の内容を否定。細川から立候補を打診されたが、投開票の当日2月9日にテレビの特番、テレビ東京系列の開票特別番組、池上明の土地選ライブへ出ることを理由に断った細川には一部週刊誌での報道をもとに 立候補の意思を確認しただけに過ぎないとして、池上へ直接取材せずに、伝文帳で記事をまとめていることに対しても、苦言を呈した。結局、池上は、当初の予定通り、2月9日に池上明の都知事選ライブでメインキャスターを担当。4月からは、愛知学院大学の特任教授へ就任するとともに、テレビ朝日の新しい冠番組、ここがポイント。 池上明解説塾学べるニュースシリーズの姉妹番組にレギュラーで出演している。その一方で2014年2月10日にはテレビ朝日の開局55周年を記念した約3時間の冠番組池上明が選ぶ日本を変えたニュース55年史をテレビ朝日系列で放送。同年4月12日には テレビ東京の開局50周年特別番組、池上明のジャパンプロジェクトでキャスターを務める。2014年8月、慰安婦問題における朝日新聞の検証記事、8月5.6日についての感想及び論評を示すことを内容とした、朝日新聞は謝罪するべきだとする批判記事を、同新聞のコラム、新聞7読み8月29日付に掲載しようと、 原稿を提出したところ、その前日28日になって、掲載できないとする連絡が飛び込み、池上は、この連載の中止を申し出た。しかし、朝日新聞の対応につき、社外だけでなく、同社に属する記者からもツイッターを通じた批判が上がり、同社は、同日夜に池上に対し、掲載したいと連絡をつけた。9月4日、長官に、 池上の執筆した記事を全文掲載し、自身のコメントをお断りとして加えることで、池上は掲載に承諾した。この回以降の執筆については、全くの白紙としている。その後、朝日新聞は、9月11日、木村医療社長が行った、記者会見、別件である、いわゆる吉田調書問題について謝罪するものの中で、本件を言論封殺と批判されたことが、 思いもよらぬ批判だったとした上で、判断は杉浦信行、取締役編集担当によるものだったとした。また、池上本人は、この一連の出来事について、言論封殺と批判的に報道したメディアの中にも、同様の事例は、多数あるとして、その新聞社の記者たちは、石を投げることはできないと思うのすがと書いている。 第二次世界大戦の終戦から70年目にあたる2015年には、朝日新聞が1月30日付長官から新聞斜め読みの掲載を再開。池上自身は4月1日付で、名城大学の特別講師へ就任する一方で、大戦に関する解説、ドキュメンタリー番組へ相次いで出演している。8月1日に日本テレビ系列で放送された。 戦後70年特別番組石踏み忘れない。あなたたちのことを、広島テレビ制作では NHK の記者時代に原爆問題を取材していた縁でナビゲーターを務めた。2016年3月31日付で東京工業大学を定年退職し、同年4月から東京工業大学リベラルアーツ研究教育院、特命教授及び名城大学教授に就任。 同年10月13日、池上と池上明の選挙ライブのチームが第64回菊池博士賞を受賞。9月9日に徳島分離大学教授の八万和夫が Facebook に本件について語る中で、池上の冠番組の取材を受けた際、番組の方針で番組では八万の意見ではなく池上の意見として紹介したいと言われ、と話した。 八幡の発言を受け有本香織、高橋陽一らも同様のことがあったとしたが、池上は全面的に否定している。読書や新聞スクラップ、地図収集、ダジャレが趣味で海外に行くと必ずその国の地図を購入する。酒は飲まない。テレビ出演が多いが、本が本業と述べており、本も書いているよりもテレビにも出ていると言われる方が嬉しいという。 ダジャレに関しては、評判が悪く、番組スタッフに、やめてくださいと言われてもめげずに言い続ける問い。TRF、ザードロファンである。宗教関連の本を多数執筆している、詳細講述。詳細後のリンク先、下記の著作一覧術を見る限りでは、宗教関連の本が目立って多いとは言えない。インターネットについては、情報収集の目的で、 積極的に活用する一方で、比較的自身の露出には消極的な姿勢をとっている。個人としては、公式ブログやツイッター、フェイスブックの公式アカウントどを一切持っていない。その一方で、週刊子供ニュースのディレクターだった、杉江義弘が運営する、池上明ファンクラブ及び同クラブの公式サイトを公認。インターネット向けにコラムを掲載したり、 ニコニコ生放送の番組に出演するなど、表現の場として、裾野を広げている。ドイツの女性革命家、ローザルクセンブルクの言葉、両側から燃え尽きるろうそくでありたいを、ザウの命としている。全力でいろいろなことに当たりたいという意味である。NHK 記者時代から、一貫して、難しく思われがちな社会の出来事を、なるべくわかりやすく噛み砕くというスタンスを持っている。 他にも、国際問題は地図を見ればわかるという持論を繰り返し、唱えている。そうだったのか。池上明の学べるニュースにおいて、右翼、左翼といったデリケートな用語の解説を行ったり、2010年の参議院選挙の特別番組、池上明の選挙スペシャルにおいて、日本遺族会や総科学会、日本教職員組合、全特区といった政党の支持母体を取り上げたりしたことも、 大平正義を特徴的な口調のああ、ウーを除いて記録すると、理路整然とした文章となることを理由に、歴代で最も聡明な総理大臣として挙げている。また細川森広首相であった当時、自らと同じく新聞スクラップが趣味であることに親近感を抱いていた。朝日新聞阪神支局襲撃事件については、政治や社会のあり方を批判するのは、 日本を良くしたいから、それを、反日って何怖い時代に入りつつあるのかな、と思ったよね、と、インタビューに答えている。2008年5月3日の、第21回言論の自由を考える5.3、集会、朝日新聞労働組合主催では、司会を務めた。売国という言葉については、日中戦争から太平洋戦争にかけて、 政府の方針に批判的な人物に対して使われた言葉。問答無用の言論封殺の一環ですとし、少なくとも言論報道機関は使うべき言葉ではないとしている。また、言論報道機関は、両論併記するべきであるが、朝日新聞は論調に反する意見も載せているのに、対し、読売新聞、産経新聞の二紙について、それができていない、と批判している。 集団的自衛権に関する安全、保障関連法案について、自身が賛成か反対かを明らかにしていなかった。その理由として、自身の影響力から、自身の意見によって世論がなびいてしまうことがあれば、県ではないからだとしている。ニュース解説で多用する、いい質問ですね。は2010年、ユーキャンの主催する、新語、流行語大賞の上位10位入りした。 池上によると、この言葉が使われるケースは二つあり、一つは、番組の流れ上、本来解説したい話題から離れてきている時に、本筋に戻せるような質問がされた時。もう一つは、質問そのものによって、池上自身がそのニュースに対しての認識を新たに、素早いである。梶原茂、文化放送出身のフリーアナウンサーも、素朴な疑問を投げかけてくれた聞き手への感謝の言葉で、 あると分析している。梶原は、池上の話術の特徴として、アメリカは強いなぁ、と北朝鮮は、心配したなど様々なものを擬人化した上で直接、和法を多用していること、さらに聞き手の好奇心を刺激し、解説に引き込ませるために質問したくなる話を用意していることなどを挙げている。自身の人気については、単なるバブルと冷静に捉えつつも、 ニュースを知ろうとするきっかけになったのであれば、妨害の喜びとしている。テレビでの解説は、最大公約数的にならざるを得ず、深く掘り下げられないことは、本を執筆する動機になるとしている。テレビでの解説は、気象点欠でいうところの、欠を最初に持ってくるとで、移り気な視聴者の興味を引くようにしているのに対し、講演会ではじっくり聞いてもらうため、 気象転結の通りに話すと述べている。2018年9月7日、フジテレビ系列で放送された、池上明スペシャルにて、安倍晋三政権批判をした、一般人の小中学生との触れ込みの少女が、実は、芸能プロダクションに所属する子役だったこと判明し、インターネット上で炎上した。さらに、この事件をきっかけとして、八万数が、 自身のツイッターとフェイスブックで番組スタッフから池上の番組の方針で番組では八幡さんの意見ではなく池上の意見として紹介しますがご了承いただけるでしょうかと言われ断固拒否したエピソードを紹介した他宮下健一、坂東忠信、有本香織、高橋洋一なども同様の経験があると SNS に投稿した上杉隆氏は 報われることの少ないフリーランスの取材には、XX 君の取材によると、とクレジットを打ってあげてくださいと訴えたところ、池上はこうお返した、差しの関係で、そこまではできない。この、他人の見解を自分のものとして盗んでいるという疑惑は、セクシャルハラスメントや性的暴行を告発する運動、目トを真似て、池上と池上とともというハッシュタグを用いて、 被害の声を上げる者が SNS で続出している。なお、池上はこの疑惑を否定している。NHK 在籍時から膨大な数の著書を刊行しているため、便宜上、単著、共著、シリーズに対別した上で、初版本の未記載。観光年別に記載。ないの月日曜日は、初版の発売開始時期を指す。初版の観光時期が早い順に記載。 初版の観光時期が早い順に記載。学べるニュース名義で観光した著書のシリーズについては、そうだったのか。池上明の学べるニュース書籍を参照すること。以下はいずれも、テレビ、東京制作の番組。2018年8月時点以下の番組はいずれも、毎日放送が、関西ローカル向けに放送。以下はいずれも、テレビ、東京制作の番組。 ただし、以下のレギュラー番組を交板した後にも、扱うテーマによっては、特別に出演することがある。以下は、2011年4月改編で交板した、レギュラー番組。以下はいずれも、テレビ朝日制作の全国ネット番組。以下は2011年4月以降のレギュラー番組で、すでに本放送を終了。放送終了後に、U キャンから、DVD セットを発売している。 以下はいずれもフジテレビ制作の番組。以下はいずれも日本テレビ制作の番組。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。